はい、皆さんこんにちは。バリ島旅行の味方、堀です。今日も一問一答やっていきましょう。それではバリ島旅行の味方スタート。はい、今回の質問はこちら。ツアーは現地予約とネット予約、どちらが安い？ツアーですね。これ僕もかなり気になって一回調べたことがあるんですけど、結論から言うと現地の方が安いです。で、僕調べた時に一番思ったのは、日本のネットだと例えば1人当たりいくらっていう感じの値段換算になってます。例えばタナロット寺院に行くツアーですね、夕日を見るツアーを僕が調べた時は、一番安いもの、いろんな代理店さんがですねツアーをネットで出していたんですけど、一番安いもので1人30ドルぐらいでした。2900円とか2800円とかこのぐらいで、まあ、最低2人からみたいな形で、あるものが多かったですね。で、現地で、その街中のツアーデスクみたいなところでですね行って聞いたら1台、まあ、30ドルぐらいなんで、5人で割れば1人600円とか6ドルぐらいですね、にはなるので、そっちの方が安いなっていう印象は受けました。現地予約であれば値段交渉ができるっていうのも大きな点ですね。値段交渉ができるので、まあ30ドルっていうところをまあなんとか25ドルぐらいにしてもらえないかということで値段交渉してみたり、それもまた旅の醍醐味ですね。ただしちょっとリスキーな部分はあります。日本のその代理店を挟まないっていうことなので、例えば送迎がホテルまで来てくれるのか、ある場所まで行かなければいけないのか、そこの確認とか、あと食事はついてるのかついてないのかとか、あと車もし事故った場合とかの保険はどうなってるのかとかですね、そういうところを自分で気にしなきゃいけない、自分で英語で確認しなきゃいけないっていうのが、現地予約のデメリットですねとしてあります。なので、まあ1円でも安くしたいっていうことであれば現地予約がおすすめです。で、まあそうじゃないけど、まあ現地予約安い方がいいなっていうことであれば、現地予約をするつもりで行っていろいろ試してみて、実際にバリで、でダメだったらネットで予約しちゃいましょう。その方がですね、まあ、一番安心かなとは思います。もし人気のツアーとかであれば事前にネットで予約しておいた方がいいかなとも思いますね。はい、ということで今回の質問と回答はこちら。バリ島のツアー、現地とネットどちらが安い？現地の方が安いけど注意すべき点はある。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんのですねご旅行の参考になれば幸いです。この企画のですね質問についてはツイッターでハッシュタグバリの味方、こんな感じで募集しているので、ぜひぜひ、ツイートしてみてください。あと僕らですね、バリ島旅行の味方というメディアですね、運営しているので、そちらの方もご覧いただければと思います。こんな感じですね。お土産の情報だったり、まあ、ビーチの情報だったり、レストラン、その他いろいろ書いているので、ぜひご覧ください。それではバリ島旅行の味方、堀でした。またね。